庶民、一般国民、皆様と同じように、この厳しい経済状況下で、身銭を切って手弁当で、仕事の合間を縫って、このように活動しているのが、私たち新党国盛でございます。国盛、国を守る、そういった思いと決意の政党、それが私たち新党国盛でございます。ぜひとも、国盛、名前を覚えておいてください。そして今、この後ろで流れているのが、核武装、国盛温度でございます。核武装、いきなり何を言い出すんだ。なんて昼間から物騒な話をするんだと、そういうふうに思われる方も、ひょっとしたらおられるかもしれないし、まあ、そろそろこのことの必要性に感づいている方もおられるかもしれません。核武装、決して物騒な話ではなくて、核武装の話。日本が今大変厳しい状況下にあるということで、私たちは自衛のための核武装を主張しております。皆様、核武装って他国を侵略するための兵器というよりも、侵略されないように、核兵器を撃たれないようにするために保有する、持つ武器、それが核兵器でございます。核兵器を持てばどのようになるかといえば、皆様はハリウッド映画で SF 映画でよく見たことあると思いますけども、見えないバリアってありますよね。スターウォーズなんかにも出てくるし、いろんなところに出てくる見えないバリア、日本列島に見えないバリアを張るのが、見えない防壁を張るのが核を持つということなんです。中国は日本に対して200発もの核ミサイルを向けております。そのうちの数発は確実にこの大阪に向けられている。中国の立場に立ったときに、日本が核を持っている、そして核兵器、これを潜水艦に乗せて搭載して東シナ海に沈めてあれば、日本列島に手出しができなくなります。つまり核を持つということは、見えないバリアを張って撃たせないようにする、それが核兵器を持つということです。決して物騒な話でも何でもなくて、核武装の話、世界の常識、これにのっとって私たちはひたすら真っ当な核保有国に挟まれている日本であります。しかも反日の核保有国、アメリカ、ロシア、中国、北朝鮮、私たちは反日の核保有国に挟まれて、北朝鮮が核ミサイルを ICBM を何発撃っても、日本の政治家たち何もしません。中国は本当に怖いのは中国です。日本に対して200発もの核ミサイルを向けている。この大阪にも数発の核ミサイル、それも広島や長崎に投下されたのとは桁違いの破壊力のメガトン級の核ミサイルが私たちに向けられております。もう核アレルギーだなんだと言っていられない状況にまで日本は追い詰められております。核アレルギー、分かります。2つの原爆投下されて、その悲惨な現状を見たときに、結果を見たときに、核に対してアレルギー反応を持つのは分かりますけども、今私たち日本国民は核を持って、核アレルギーを克服して、核を持って中国の核ミサイルの攻撃を阻止し、二度と被爆国にならないようにするのか、それとも核アレルギーを克服できずして中国の核に焼かれ放射能を浴びる、
今私たちはその選択が迫られております。もちろん私たち新党国盛は核を持って中国の侵略を阻止する、核による恫喝をはねのけて言うべきことを言う、日本の国会議員もう8割の国会議員が中国の軍門に下っており、中国が怖くて何も言えなくなっております。誰一人韓国の大統領でさえ核保有のことについて言及し始めたにもかかわらず、日本の国会議員700名以上いるにもかかわらず、誰一人核保有の彼女も言わない。そういった中で私たち新党国盛はこの大阪から、しかも統一地方選を前にして、なんでそんなこと言うんだ、統一地方選関係ないだろう、核を持つ持たないは国防の問題、国政の問題だろう。しかしですね、もう私たちに時間が残されていない、今年か来年には日本は戦場にされると専門家が言っている、どん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 恫喝を受けながら日本の土地、企業、人材、技術が中国や外国資本にどん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 買われている、乗っ取られている現状の中で、日本の国会議員が何もしないならば、この大阪から日本第二の都市である大阪、東京がダメならやっぱり大阪なんですよ。東京何するものぞ、関東何するものぞの何話のど根性、その文化的な底力を秘めている大阪からこそこのことを言って日本を立て直していかなければいけない。皆様、大阪府知事の仕事って一体何でしょうか。毎日のようにテレビに出て利権という毒まんじゅうを食らわせている吉本興業や関西の民放、その芸人たちと一緒にテレビに出て持ち上げられて喜んでいることですか。大阪府知事の仕事はそんなことじゃないはずであります。大阪府民の生命財産を守るために一生懸命働くのが大阪府知事の仕事ではないでしょうか。テレビにばっかり毎日出てる暇なんかありません。私たちは大阪府知事の仕事は、あるいは府議の仕事もそうです、大阪府民の生活を守ること、中国が日本に200発もの核ミサイルを向け、この大阪にも数発向けている。しかし日本の国会議員が誰一人言わないならば、よそ者の寄せ集まりである東京がダメならば、やっぱり大阪出身者が大半を秘めてるこの大阪、しかも豊臣秀吉の時代に天下の統一を成し遂げて江戸時代の平和の礎を築いたこの大阪こそが、核武装の議論を発し、日本の国防力の強化を牽引し、そして日本を守ること、先ほど言った日本列島に見えないバリアを張ることによって中国の核を抑止すること、そのことがひいては大阪府民の生活、命を守ることにつながる、そういった危機の時代の発想から私たちはこの大阪から統一地方選を前にしてではありますけども、今日にもならない、でも損得じゃないんです。子供たちの未来が中国に侵略されて、奴隷にされて、地獄に叩き落とされようとしている、そしてあろうことか、その日本を侵略しようとしている中国、この中国との金儲けに目がくらみ、この大阪を中国に売り渡そうとしているのが大阪維新の会であります。だからこそ私たちはこの大阪維新の会が盤踞している、この大阪でこそ自衛のための核武装の議論を発信していく、その重要な日本が起死回生で日本を取り戻し、中国の侵略を跳ね返し、外国資本の乗っ取りを阻止する、その先駆けとなる土地としてこの大阪を選び、そして日本を立て直していくことで私たちの子どもたちの未来や若者たちの未来を守っていく、それが私たち新党国盛、昔先盛、今国盛、未来の日本を元気もりもりにするために私たち大人たちが
子どもたちや若者たちの未来に責任を持つ大人たちが身銭を切って手弁当で立ち上がったのが私たち新党国盛りでございます。どこの政党よりもお金にクリーンで、そして真っ当なことをまっすぐ主張していく令和新選組のチラシ配りのお姉さんに、そんな本当のことを言ったら殺されますよ、言われたことあります。でもやめないんです。なぜならこのままだと日本が死ぬから、子供たちの未来が死の淵に追いやられようとしてるから、私たち新党国盛はその絶望的な状況の中で日本を取り戻すための戦いを始めました。新党国盛、関西代表稲垣秀也、仲間と一緒に関西を取り戻し、子どもたちの未来を守ります。中国の侵略、200発もの核ミサイルを向けている中国の侵略から日本を守るための自衛の核武装、そして中国とズブズブでこの大阪を中国に売り渡そうとしている、この大阪を中国の世界征服計画である一帯一路構想の一部に大阪を組み込み、中華人民共和国日本自治区大阪地区に、そして皆様をそこの住民にしようとしている大阪維新の会の政治に断固反対の声を上げてまいります。このことは全部つながっております。ありがとうございます。嬉しい拍手ありがとうございます。本当に子どもたちの未来を守るために、もう本当に私たちに残された最後のチャンス、1年後2年後こんなことを言ってたら私たちは逮捕されるか殺されるかもしれないような、本当に危険なところまで私たちのこの自由な社会は来ております。皆様が今楽しんでいるこの自由な社会は最後の灯火かもしれない、偶然の灯火、最後のきらめきかもしれない。でもそのきらめきにどん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 風を送り、どん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 油を注いで日本を取り戻す、それが私たち新党国盛がやろうとしていることでございます。一人でも多くの皆様に危機に気づいていただき、平和僕から目覚めていただいて、私たちの政策、おそらく日本を立て直す可能性がある、そういった政策を掲げているのは私たち新党国盛だけでございます。既存の政党はまさにアメリカが敗戦国日本を統治するしやすくするために作った、そういった政党ばかりでございます。自民党も公明党も維新の会も、そしてその他の野党も、そういったアメリカの命令、中国の工作によって動かされている政党、そんな政党が日本を立て直せるわけがありません。そもそも日本国民の生活を立て直す気もない、それが今の金まみれ欲まみれの既存の政党たちでございます。日本はもう国家の体を成していない、政党を腐敗しております。私たち新党国盛はそういった状況から日本国民の生活、子どもたちの未来、若者たちの未来を守るために大人たちが立ち上がりました。未然に起きり手弁当で、そんな本当のことを言ったら殺されますよと言われながらも、本当のことをひたすら真っ当に皆様の前に出て主張していく、そして一人でも多くの皆様にそのことをご理解とご協力をいただいて、一緒に大阪を取り戻し、再び豊かな大阪を再興し、そしてやがてはそれが日本復活の先駆けとなっていく。だからこそ私たちは統一地方選を前にして、まず日本を守るための一律化としての自衛のための核武装、自衛のための核武装、これ以外に私たちのこの平和な社会を守る手段はありません。ぜひとも皆様本当に真剣に考えてみてください。核アレルギーを克服して核を持ち、中国の核ミサイルを撃たれないようにするのか、核アレルギーのままに中国の核に焼かれ放射能を浴びるのか、私たちにはその選択が迫られております。だからこそ国盛でございます。日本という国を守る、大阪という私たちのふるさとお国を守る、私たちの生活を守る、子どもたちの未来を守る、ぜひとも新党国盛と一緒に立ち上がって日本の未来を切り開いてまいりましょう。おそらく子どもたちが期待しております。大人たちが
戦う背中を見て、ようやく未来に希望が見出せるんですよ、おそらくこの若者たちや子どもたちは。だからこそ皆様が奮起して、諦めてないで奮起して、日本を取り戻すための戦い、新党国盛と一緒にやってまいりましょう。新党国盛関西代表の稲垣秀也からの訴えでございました。どうもありがとうございます。大阪ステーションシティ内のすべてのコインロッカー並びに1階手荷物扱いのクロスター大阪が販売でございます。現在大阪ステーションシティ内のすべてのコインロッカー並びに1階手荷物扱い場クロスター大阪が満杯でございます。はい、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、あしからずご了承くださいませ。皆さんこんにちは。こちらは草の根国民政党新党国盛でございます。新党国盛は唯一お金も清潔に、日本一清潔な政党でございます。大企業や組合、あるいは宗教団体、カルト団体、海外の勢力から一切いた一文お金を受け取りません。こういう形で草根の国民の本当になけなしのお金を支援いただいて、私たちは手弁当で立ち上がりました。そしてなぜ立ち上がったか、先ほど新党国盛関西代表の稲垣秀也が皆さんにお訴えしたように、今何が今私たちの国、あるいは大阪に必要か。府民の命、子供たちの命をまず何としても、どんなことをしても守らなければならない。こんな思いで関西代表の稲垣秀也が立ち上がりました。核武装、自衛のための核武装、なんで大阪のこういう都市でその話をするの、皆さん考えてください。東京の政治家、財界、一体何をやってますか。700数十人もいるのに、核武装の彼女も発言できない腰抜けの政治家ばかり。もちろんこの中には維新の政治家も入っております。耳障りのいいことばっかりを言って、そんなことでは日本は守れません。今北朝鮮は盛んに大陸間弾道弾、日本海に撃ち込みました。つい2日前です、3日前にも3発の弾道ミサイルを日本海に撃ち込みました。こういう現在、そして稲垣代表、関西代表がお話ししたように、200発中距離核ミサイル、一発で大阪の街が消滅するような水爆級の核弾頭を我々の国に向けている国、中国、このことを皆さん無視するんでしょうか。中国はこう言っています。もし中国が台湾に侵攻し、日本が台湾の手伝いをするようなことがあるなら、躊躇なく通常兵器、核兵器含めて日本を破壊する。そしてアメリカの最も有力なシンクタンクと言われる CSIS 戦略問題研究所、これが言っている、1日で日本の海上自衛隊は消滅する。そして航空自衛隊の戦闘機、何十機いても地下に格納庫になってない、地上に格納庫として置かれるだけ、全て破壊されてしまう。こういう現実を唯一皆さんに訴えている。隣にピストルを持った強盗が近づいている。そして私たちの生命や財産を狙っている。これにもかかわらずマスメディアも、自民党から維新まで共産党まで
一切本当のことを言わない稲垣秀也新党国盛関西代表はこのことを訴えています。誰よりも本当のことを言わなければならない。そして皆さん考えてみてください。もしですよ、日本がアメリカの反対やいろんなものを押し切って核武装したらどんなことがこの東アジアで起こるか。平和が来ちゃうんですよ。平和が実現しちゃうんですよ。核兵器を持った国同士は両方とも破滅するから絶対に戦争を起こさない。あの北朝鮮とアメリカ、これだけ国力が違うのにアメリカは北朝鮮に手を出せない。中国対アメリカもそうだ。ロシアとアメリカも実際には戦えない。つまり核兵器を日本が持つと東アジアに平和が来ちゃうんです。それが困るの誰でしょう。アメリカです。自分たちがいなくてもアジアが平和になってしまったら全く日本に関わる、偉そうにすることができない。一番自民党はあるいは岸田内閣、一番実はアメリカに弱い。だから今度の5月の広島サミット、こう言いましょう。私たちの国は世界でただ一つ原爆を落とされた国だ。そしてただ一つ原爆を落とされた国とともに、ただ一つ原爆を落とした国の大統領がこのサミットにいる。そしてただ一つ原爆を落とせとアメリカのルーズベルト大統領に勧めたチャーチルというイギリスの首脳もその後継者もここにいる。唯一被爆国の日本、唯一原爆を落とした国アメリカ、唯一アメリカに日本人を原爆で殺せと言ったイギリス、そしてそれに同調した他の国のサミット参加国、ここから本当は平和の出発がなければならない。本当言えば私たちは彼らに広島の犠牲者30万人の前で謝罪してもらいたい。このことまで本当は言ってもいいはずなんです。それが植民地根性というか卑屈な根性で、過ちは繰り返しません。こんな席を立てて70年、本当に被爆者、原爆で亡くなった30万人の皆さんに私たちは申し訳ない。何の罪もない軍人でも軍事施設でもない広島の市民、長崎の市民に落とされた原爆だからこそ、私たちは今平和のため、実現のために核武装をしなければならない。戦争を起こさせない。絶対に二度と私たちの首を、国民の頭の上に、大阪府民の上に原爆を落とさせない。この決意を断固として主張しているのが新党国盛関西代表稲垣秀也でございます。どうですか、これこんな勇気である男いませんよ。正直言って皆さん、核兵器、今言いました、実は本当は平和を作ってしまうんだ。バランスオブパワーと言います。ジョージ・ケナンという大変世界的に有名な評論家、そこから始まったこの理論、今ミア・シャイマーとかエマニュエル・トッドとか世界の最高の知性、こう言われる外交評論家たちがこのことを言って、何を言ってるか、日本は核武装すべきだ。そうすれば中国も海洋進出簡単にできなくなる。アメリカは嫌でしょう。アメリカは嫌でしょう。だけど私たちは日本の国民の命、アジアの平和を作るためにもこのことを実現しなければならない。稲垣秀也はこのことを皆さんに訴えております。こんなこと言うのは日本で初めての子、ですよ、男です。この核武装、皆さん考えてみるとですね、
先ほど言ったようにはっきり言えばこう考えてください。韓国が大統領がこの間韓国も独自の核武装をしたいと思う、韓国の国民は 70% これに賛成した。慌ててアメリカの国防長官が訪ねてきて、アメリカが守るからそんなこと言わないでくれ、今回は国賓で招待するからアメリカに、でついでに岸田君君もあのアメリカにおいで三者で相談しようじゃないか、こういう形です。その日韓米この会談というのは実は日本と韓国に核武装させない、韓国も日本も核武装してしまう、日韓は戦争できません、お互いに破滅するから、日中はどうでしょう、これもできません、潜水艦10隻20隻核弾頭を用したそういう潜水艦を持てば私たちの国は誰も攻めることができない。北朝鮮のように誰もあんなとんでもないひどい国でも手が出せない、中国もアメリカも手が出せない、つまりアジアに戦争を起こすことができなくなってしまう、話し合いしかできなくなってしまう、これを作ろうと訴えているのは新党国民団体代表の稲垣秀也なのであります。皆さん、ここまで言う男は日本で今ただ一人です。いろいろ統一地方選挙その他あります。今一番大事なのは誰よりも日本国民、大阪府民、子どもたちの命を守ることです。危険な状態に陥っている今日本を、これを先頭に立って核武装を訴える、一見突拍子もないように聞こえるかもわからないが、今大阪からやりましょうよ。東京はダメです。東京の国会議員700数十人いても何も言えない腰の抜けた議員ばかり。稲垣秀也は違います。稲垣秀也はこの大阪から日本を変えるんだ。国会議員頼むに足らず、経団連頼むに足らず、官僚頼むに足らず、マスメディア頼むに足らず、こんな思いで稲垣秀也立ち上がりました。皆さん、こういう人がこの関西、この大阪から出て私利私欲のない形でとにかく日本国民、大阪府民の命を守りたい、まずそれが最大の福祉だ、最大の福祉である、このことをまず第一に掲げて稲垣秀也は立ち上がり訴えているわけでございます。皆さん、私たちは核武装温度というのを作りました。彼の思いでもあり、私新党国盛代表の水島の思いでもあります。どんなことがあっても家族は守り抜く、子供たちは守り抜く、どんなことがあっても日本の未来を守り抜く、それは大人の責任です。私たちの責任です。義務であります。子供たちが私たちの背中を見て、あと10年20年したら、お父さんおじいちゃん、なんであの時体張っても日本が核武装することに消極的だったの、何も言わなかったの、今こんな状態でチベットへ泳ぐような状態になってしまった日本、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、どうしてくれるの、聞きたくないじゃないですか、そんな孫の声や子供たちの声。だからこそ稲垣秀也は立ち上がりました。立ち上がりました。得になることなんか一つもない。その証拠にあの毎日放送や MBS 今回の府知事選で立候補した候補の討論会みたいなのをやります。稲垣秀也だけ呼ばれないんです。そうだ、ひどい。なぜでしょう。困るからです。そうだ、彼らに
あなたたち吉村さん、府民を守るために核武装の問題どう考えますか。聞かれたら困るんです。討論やられたら完璧に稲垣秀也に論破されてしまう。みんなマスメディアは困ってしまう。だから稲垣秀也を呼べないんです。呼びたくないんです。こういう卑劣な形で稲垣秀也の正しい主張、本当のことをみんなに伝えたい。同じように300万の供託金を支払っても、このような表現の自由、政治的な行動の自由に対する差別がある、その中で稲垣秀也立ち上がりました。どんなに苦しい時でも私たちは耐え抜いてきた。負けないんです。勝てない、勝つかどうかわからない。勝てなくても私たちは戦う。負けないんです。勝てなくても、ま、負けない。ありがとうございます。よろしくお願いします。稲垣秀也頑張ります。そういう皆さん、喧嘩やってもそうですよ。強いやつはいくらでもいるんです。でも参ったしない、ギブアップしない、絶対に負けない、そういう戦い、それを繰り返し繰り返し、倒れても倒れても立ち上がるのが新党国盛関西代表稲垣秀也でございます。私たちは、そして私は本当に全身全霊、この稲垣秀也に出会えたこと、こういう男が関西から立ち上がったこと、日本人として、日本国民として誇りに思います。本当に嬉しいです。こういうゼロから一を始める人間が今日本に必要なんです。耳障りのいいことばっかり言って、皆さんをごまかして、とにかく一票入れさせようとか、そんなことをやる人たち、どの選挙もそうですけど、こんなものは民主主義じゃありません。本当に体を張って、私利私欲なく、子どもたちの未来、子どもたちの命、大阪の未来を体を張って血を流しても守り抜く、そういう政治家が今求められているんじゃないでしょうか。どうですか皆さん。今その人物が現れたんです。嬉しいじゃないですか。現れたんです。こういう人が今日本を変えていきます。大阪から日本を変えます。稲垣秀也は大阪から日本を変えていく、その先頭に立つ。雨が降ろうが槍が降ろうが、稲垣秀也は前へ進みます。全身傷だらけになってもぶっ倒れてもまた立ち上がる。ゾンビじゃないかって言われるぐらいでも立ち上がる。稲垣はそういう男でございます。こういう男はついに大阪から出ましたよ。大阪から出ましたよ。すごいでしょう。自慢じゃないけど稲垣秀也ですよ。こういう人物が今大阪に立ち上がって、日本を大阪から地方から東京に攻め上って、腰抜きの芸人たちを蹴散らして、日本を変えていく、これが稲垣秀也の政治であります。行動であります。願いであります。祈りであります。日本はこうして変わってきます。おじいちゃん、おばあちゃん、こういう人たちが大事にされる。よく働いてくれたね、ありがとうね。あったかい社会作りたい。なにわの人情、ど根性、こういうものが文字通り生きて、みんながこの大阪を誇りに思う。子供たちがいつまでも東京なんか行くもんか。大阪十分、ここが私たちの本当のふるさとだ。そういう温かで、そういった気持ちの通ずるお年寄りや子どもたちに優しい、そして誇りあるふるさと大阪を作れるのが稲垣秀也でございます。皆さん、今私たちはメディアに無視されました。討論会に呼んでもらえません。ここにあるチャンネル桜、インターネット放送3つ4つ放送をやっております。インターネットで
60数万人の登録者がいます。それでも呼ばれないんです。私はチャンネル桜の社長もやっております。そういう中でこの新党国盛関西代表の稲垣秀也さんと出会いました。なかなかこんな人間が日本に今の時代にいた。そして黙々とまさに侍としてこういった決起にこの時代にそれを決めてくれた良きお父さんです。良き旦那さんです。良き隣人です。しかし普通に真面目に生きている。そして物書きです。西郷南州の研究では日本で指折りの人間と言ってもいいでしょう。こういう学問に打ち込んでいるお父さん旦那さんが日本のために子供の未来を守るために立ち上がった。嬉しいじゃないですか皆さん。稲垣秀也そういう男でございます。私たちは今から皆さんに冗談だと思うかも分かりませんけれども核武装温度これを大きな音で流しますから聞いてもらいたいと思います。これが私たちの心です。なんとか皆さんに最初にやってくるというようなことで今から音楽流しますので聞いていただきたいと思います。はいどうぞ。真剣にやってます。この皆さんこれ覚えて歌ってください。なぜなぜなぜに核武装、なぜなぜなぜに核武装、新党国盛核武装、
それをやるのが板垣秀也、こういうことになるわけですね。本当にこういういろんな形で皆さんに訴えたい、本気で子どもの命守りたいからです。大阪に核爆弾が落下しないように、私たちがまず核武装して、向こうが手が出ない、私たちも絶対に手を出さない、これで戦争が終わるんです、戦争を止めるんです。私たちが何もしない、祈りだけで、核兵器良くないから危ないよ、やめてください、私平和の民です、平和の使徒です、いい子でしょ、善意でしょ、立派でしょ、バカ野郎、本気で子供の命を守るつもりがあるのか、こういうことを私たちは言わなきゃいけないです。本当に体を張って若い人たちの命を守ろうじゃないですか。皆さん、私たちが勇気というか自衛のための核武装をすることがアジアに平和をもたらします。北朝鮮がもう手が出ない、中国も200発の核ミサイルを凍結せざるを得ない、それを作り出すのが私たちが平和のためにやらなければならない自衛のための核武装です。偽善欺瞞はやめましょう。そんな思いで稲垣秀也新党国盛関西代表、本気で立ち上がりました。なかなかおしゃれだというかね、かっこいいと思いますよ。私は最近ちょっとインターネットでも今日評判になってますけども、稲垣秀也新党国盛関西代表でございます。皆さん本当に覚えていただきたいです。西郷南州、彼は西郷南州の研究家です。そして本も何冊も、西郷南州関連だけでも、出版しております。大変な深い、見識と知識をお持ちになっている著作家でもありますが、作家でもありますが、それを捨ててもまず立法を救わなければならない。西郷さんが言っていることをただ文章だけで解釈し評論しているだけじゃダメなんだと。西郷さんの言うことは実践をすることも、思考合一、知識知ることと行動することは一致している、これが日本の男です。残念ながら悪口に聞こえると嫌ですけど、吉村さん顔はちょっとイケメンかもわからないが、週2日車乗りまして遊び回ってる、吉本の番組はメディアに出て遊び回ってる、どこで仕事やってんだ、こう言われてるわけであります。それはいいですよ、お金持ちになってもいいです、超高級マンションにおいくつを持ってやることもいいでしょう。お金持ちになることを私は妬んでるわけじゃない、でもやることは府民の生活命を守ることだったろう。彼はこのコロナウイルスで大阪を世界一死亡率の高い町にしました。民営化だね、公務員削減だ、立派な口だけは言った、でも結局コロナのパンデミックが起こったら、今でも日本一大阪は死亡率の高い町でございます。なぜか公立病院みんな無駄だってカットしたから、お医者さんもみんなカットした、で民営化のお医者さんはそんなことをコロナになったら危ないからやらないんですよ。公営だからこそいざとなったら府民の命、市民の命を守るんです。そういうのをすっとぼけて知らんふりして、今また再選しようと言った立候補したようでございます。いいですか皆さん、こんなことでいつまで騙されるんですか、いつまで耐えるんですか、いつまでごまかされて顔がいいからね、私はそう思わないけども、気持ち悪いだけだけど、でもそういうことで選んじゃったら大阪に未来がなくなってしまいます。そのことを今私のようにえげつないことは平垣さんは言いません。しかし厳しい
維新の政治批判をしております。今 IR 大阪やろうとしてますね。 IR の中心は国際カジノです。国際カジノって皆さん、実際の本質は地下銀行なんですよ。マフィアが来るんです。アメリカンマフィア、中国マフィア。なぜラスベガスが砂漠の中にポツンと建てられたか、危ないからです。犯罪汚染地帯になるからです。いいんでしょうか皆さん。大阪の、ね、市からすぐそこに国際カジノが生まれる。そしてこういう中国マフィア、アメリカンマフィアがやってきます。それでじゃあ仕事でも大阪府民に来るんでしょうか。お客はほとんどが中国人になると思います。英語と中国語ができる人間しか雇われない。お金の儲かったお金どうするんでしょう。儲かったお金はアメリカ、中国の方に流れていきます。大阪に落ちるお金は諸場代の安いしょぼいお金だけ。そしてその余ったお金が維新の政治家に流れるんじゃないか、寺銭をもらうんじゃないか、こういうふうに言われてるんです。こんな薄汚い IR カジノ、国際カジノやらしちゃっていいんでしょうか。どん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 不良外国人、不定の外国人が集まって、大阪がどん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 大阪でなくなっていく。皆さん、東京は9割の住民が地方から来た人です。でも大阪は9割の人は大阪で生まれ育った人だと言われています。それがこういった外国人の、とりわけ犯罪者ですね、こういう人が集中的に大阪に集まってくる。金儲けに汚い政治家にくっついて、懐にお金を献金して、献金というかこういうことをやって府民の生活をバラバラにしていく。あのコロナウイルスに対する対策と全く同じことがカジノで行われてしまう。いいんでしょうか皆さん。もっと言いましょう。上海電力、聞いたこと覚えてますか。今大阪でメガソーラー、太陽光発電やるよ、太陽の光だからいいよ。でも皆さん、今橋本徹さんやったあのメガソーラー事業、大阪の事業体に出したはずなんですよ。ところがどうですか皆さん。今上海電力、中国共産党直営のこの企業が大阪のメガソーラー事業を握ってるんです。いつの間にか株を買ってしまった。あの山口県の岩国市も同様です。今一生懸命北海道反対してますけども、北海道の住民があのタンチョウズルで有名な釧路湿原、20万枚釧路湿原を埋めてソーラーパネルをやろうって言ってるんです。北のオオサンショウウオを絶滅するって言われてます。こんな自然破壊、自然エネルギーといってこんなことやっていいんでしょうか。稲垣市ではいろんな場所でこういった自然エネルギーといって自然破壊をする、こういうものに対して先頭で戦ってきました。なぜならお金儲けはそういうことじゃないんです。人間が大事なんですよ。日本人が大事なんです。大阪府民が大事なんです。子供たちの未来が大事なんです。どんなことがあっても稲垣秀也はこのことを貫きます。命をかけて、本当に私は自分では言いにくいだろうから私から言います。命をかけて彼は戦い続けてきました。これからもそうです。先頭に立って傷だらけになってもどんどん進む。雨が降ろうが槍が降ろうが雪が降ろうが、稲垣秀也まっすぐに
皆さんと共に歩みます。少なくとも指揮官率先先頭に立って自分が強い風強い雨どんな暴力や圧力にも屈しない、私たち新党国盛はそういう政党です。金はないが日本一清潔な政党である、日本一正義を貫く政党である、日本一国の民日本を愛する党である、そして何よりも日本一行動力のあるそういう政党でございます。私たちは34回尖閣諸島の漁業活動をもう10年以上石垣島の漁師さんと共に続けてまいりました。目立たないがこういった行動を常に政府や役人や政治家がやらなければ、民間の草の根の私たちが政治を変えてみせる、それを実践しました。今稲垣喜多は関西の代表としてその先頭に大阪から日本を変えていくんだ、こんな思いで立ち上がって今訴えているわけでございます。どうか新党国盛代表、大阪から決起した稲垣喜多覚えていただきたいと思います。この人はおそらく5年後10年後日本に大きな影響を与える男になっているでしょう。日本を変えるその人間になっていると思います。このブルーのジャケットにね、すっきりした体型、ちょっと羨ましいぐらいね、しっかり痩せている体型でございます。皆さんぜひ応援してあげてください。稲垣喜多、日本を変えます。地方から地方に攻め上る、大阪から日本を変える、そういう先頭に立ちます。稲垣喜多よろしくお願いします。新党国盛代表の水島でございました。ありがとうございました。こんにちは、JR 大阪駅前ご通行中の皆様、今、新党国盛の代表、水島悟代表が力強い演説をしました。新党国盛稲垣喜多、新党国盛稲垣喜多、この地で立ち上がりました。新党国盛稲垣喜多は常に日本のことを考え、日本の子どもたちの未来を考えるために、守るために、こうして大阪のいろんなところで声を上げております。そして新党国盛稲垣喜多は、まずは自主核武装、なぜ先ほども温度にありましたね、なぜに核武装というあれです。なぜ今核武装を言うのか、しかもこの地方大阪から、いやみんな思うでしょう、私たちもまず思いました、いやそれ国政だしと思いましたけれども、確かに稲垣喜多が言う通り、東京の、ね、700人からいる国会議員は全く言わない、ね、岸田総理どう言ってますか、7年後、その時に、ね、たった国防費を 2% にします。たった9兆円上げるのに、私たちの税金、また税金をむしろ取ろうとするんです。もうこれ一つに、もう経済財政政策、いい加減嘘を言うなってこともあるんです。こんなの政府が、ね、通貨発行権を出せばいいんです。そうしたら国民みんなが幸せになるんです。稲垣喜多はずっとそれを訴えてきました。でもそんなことよりも、たった9兆円の国防費上げたぐらいでは賄えない、間に合わないんです。あと 1,2 年先で台湾有事が起こるかもしれない、こんな喫緊の時にまだその防衛費を、ね、増税してあげるとか、
ね、防衛費は国民のために恩恵があるんだから皆さん自主化増税してくださいって何を言ってるんですか。今さらどんだけ嘘を言って国民をこれ以上苦しめようとするんですか。そして数々の子ども少子化の対策のために、ね、子どもに教育の保障をするためにまた増税ですよ。この増税に次ぐ増税、デフレ化で増税なんて全くいけないのに、もうこの、国を考えないことこの上なし。そして今や食料安全保障もほったらかし、エネルギー安全保障もほったらかし。でもこの稲垣秀哉はまず具体的に一番早く、ね、人をもうね、自衛隊を増やす時間もない、自衛隊の訓練にも間に合わない、それだったらまず自主核武装、この大阪からでもとにかく府民市民を守り、そしてそれが国民を守ることにつながるから自主核武装を言おう、そうして勇気を持って立ち上がりました。周りからちょっとおかしいんじゃないか、そんな国政のことを地方から言うのはおかしいんじゃないかと言われても、正しいことを言うのが稲垣秀哉です。そしてこの稲垣秀哉は大阪維新の会、大阪府民市民を身を切らせて、自分たちだけが利権によ、まあ、の恩恵を預かって儲けようとしている。そしてこの二言目には、公共事業の無駄、公共事業の無駄と言ってどうしました。結局パソナの会社、ね、非正規社員が増えてしまったこの日本、若者たちは結婚できずにさらに少子化が進んでるじゃないですか。10兆円もつけてる男女共同参画から入ってる少子化対策、何もできていないんですよ、ね、国が全く国民のことを考えてない。そうしたら地方からであっても稲垣秀哉は府民市民引いては国民のことを考える、こういう政策をずっと言ってます。そして大阪市民の皆さん、大阪府民の皆さん、 IR カジノ、IR カジノって何だか分かりますか。単なる博打じゃないんです。地下組織を作ってマネーロンダリング、資金洗浄です、ね、こういう悪いことで、ね、儲けたお金で、あの市長は、松井市長は何て言いましたか。カジノで儲けたお金で福祉予算に充てようって。皆さんこんなことで嬉しいですか。こんな福祉カジノなんかで、博打なんかで儲けたお金で皆さんの福祉予算に回されて嬉しいですか。子供が泥棒してきたお金で、お母さんこれで薬買ってね、これで美味しいもん食べてねって言われて嬉しいですか。皆さんもうこういうひどいペテン政党、ね、グローバリズム政党、ね、衛生保守、そして保守の顔してもう自分たちが儲けることしか言わない、この維新政党にメスを入れるのがこの稲垣秀哉です。稲垣秀哉は維新の本当に、維新が皆さんの身を切りすぎたこの大阪を立て直すために声を上げております。稲垣秀哉、新党国盛、稲垣秀哉関西代表、稲垣秀哉の声を、再び聞いてください。では稲垣秀哉に代わります。ただいまご紹介に預かりました新党国盛関西代表の稲垣秀哉でございます。今ルルで、ね、あの仲間からも、また議長、代表からもですね、話がありましたけども、大阪維新の会の政治、まあ、ちょっと先ほどからのつながりちょっとだけ復習しておくと、要するに日本は侵略しようとされております。中国によって侵略される、中国は日本に核ミサイルを200発も向けている、この大阪にも数発の核ミサイルが向けられている、でも日本の国会議員700数十人いるにもかかわらず誰一人核武装の彼女も言わない。世界の常識は核を持つ以外に核を食い止めることはできない。国防こそは最大の福祉、普通に考えたら分かりますよね。平和な社会というのが日本、国民の経済政策、政策生活の基礎となる、
条件、前提条件となるその平和な社会を守ることこそが政治家が国民になすべき最大の福祉であります。日本の国会議員、このことをずっとなおざりにしてきた、本当に日本国民からひたすら金を絞り取り、今日本国民の税負担率、財務省の発表によると 50% ですよ、 50% もうなろうとしている。昔の言葉で言うと五公五民、ほとんどにですね、半分が皆様が汗水垂らして働いたお金の半分が税金として消えようとしている。ところがその最大の福祉、国防をちゃんとやらないのが日本の国会議員、もちろんそれは維新の会も含んでおります。そして大阪府知事の仕事は大阪府民の生活を守ることだったら、まず大阪にも数発の核ミサイルが向けられているんだから、大阪府知事はこの大阪府民の平和な日常を守るために、国に対して自衛のための核武装、これを声を上げていくべきであると、私たちはそのことを訴えております。この大阪こそが、東京がダメならば大阪こそが日本を立て直すその先駆けとなっていく、この大阪から国防力の強化を牽引し、核武装の議論を発して国防力の強化を牽引し日本を守り、そしてそのことが大阪府民を守ることにつながるわけでございます。核を持つということは別にどっかの国を侵略するとかそういったことではありません。核を持つということはこの日本列島に見えない防壁を作る、見えないバリアを張るということなんです。ハリウッドの映画によくあります、見えないバリア、 SF 映画ですけどね。でも本当にそういうものが存在するとするならば、それは自衛の核武装なんですよ。核兵器を持てば中国はいくら200発もの核ミサイルを向けていても日本に撃てなくなります。インドとパキスタンも戦争ばっかりしてましたけども、両国が核を持ち合った途端に戦争をしなくなりました。もちろん世界から核兵器がなくなるのは理想かもしれないけども、一度核兵器を持った国は絶対に手放しません。北朝鮮見てればわかるじゃないですか。だったらこの世界に平和をもたらすためには核を持つ、核を持ち合えば戦争がなくなる、そして2つの原爆を投下されて唯一の被爆国となって大きな犠牲者を出した日本こそが世界に対して再び被爆国にならないために自衛のための核武装を主張できる、そういった資格があるのではないでしょうか。私たちの主張する核兵器とは平和のための核兵器であります。まあ、昔そんなことも言われてましたけどね、ソ連の核兵器は平和のための兵器だとか、まあ、そんなのわけのわからない誰事だったわけですけども、私たちは本気で国際政治の力学を、私たちの母体となったこのチャンネル桜を見てですね、研究し尽くした挙句に平和を現実するためには自衛のための核武装しかないんだという結論に達し、そのことについて勇気を持って、そして確信を持って私たちは主張しております。他のどの政党も政治家たちもこのことを言わない、つまり私たち新党国盛だけが自衛のための核武装を言っております。中国の侵略から子どもたちの未来を守るために、ぜひとも新党国盛の核武装覚えておいてください。ありがとうございます。そしてですね、あってはならないことだけども、その日本を侵略しようと200発もの核ミサイルを向けて恫喝し、日本を乗っ取ろうとしている中国と、あろうことか金儲けに目がくらんでこの強盗国家とグルになってこの大阪を中国に売り渡そうとしている、それが大阪維新の会でございます。先島のメガソーラー、先ほど環境破壊、自然破壊だという話もありました。安定的な電力供給にもならない、それどころか中国の国営企業である上海電力が先島のメガソーラー、これ受け負っております。
さらには IR 夢島の IR、 これも維新の会のボスである竹永平蔵のオリックスとハリウッドのユダヤ系企業である MGM が共同出資してこれを運営していく、いずれは不透明な契約です。これ公開してませんね、大阪維新の会。後ろ暗いところがあるんでしょう、公開できない理由があるんでしょうけども、この IR におそらくはやがては中国のマフィア、あるいは海外のマフィアが入ってきます。そしてこの大阪が犯罪の温床になる、薬が売られ、そして売春が横行し暴力がはびこる、その犯罪で稼いだお金を資金洗浄するのがカジノ、カジノの本質は地下銀行であります。皆様、そのような犯罪組織がこの大阪に入ってきて、それで治安が乱れる、そんなすさんだ街で暮らしたいでしょうか、子供たちを育てたいでしょうか。私たちはそんな大阪維新の会が推し進めている IR という名の博打場設置に断固反対の声を上げてまいります。大阪に博打場はいらない、客街あって一理なしでございます。そしてそのことを強引に推し進めている大阪維新の会は大阪にはいりません。先ほどもいろいろな話ありましたけども、大阪維新の会がやろうとしていること、政策を見ていけば分かります。そして大阪維新の会の成り立ち、黒歴史を見ていけばはっきり分かります。大阪維新の会が今やろうとしていることは、中国の世界征服計画である一帯一路構想の中にこの大阪を組み込むこと、やがてはこの大阪が中国の一部にされてしまいます。皆様、それでいいんでしょうか。誰一人中国の奴隷にされるなんてことを望んでいる方はこの大阪の中にはおられないと思います。私たちはだからこそ中国の侵略を阻止し、そして子どもたちの未来を守るために、そしてそれはひいては日本国民の未来を守ることにもつながる、だからこそこの大阪こそが日本復活の先駆けとなり、大阪から日本を変えていく、大阪から日本を復活させていく、まずそのための一義塚として、私たちは自衛のための核武装をこの日本から訴えて日本を守る、なにわのど根性で日本を守るんだと、そういうふうに統一地方選の前ではあります。こんなそんなこと言うとこないでしょ。そんなんですよ。でも損得じゃないんです。中国に侵略されたら子どもたちに地獄が待ち構えているから、私たちは言わなければいけないんです。大人の責任として、子どもたちや若者たちに明るい未来を切り開いてあげなければいけないんです。私たち新党国盛はそれをやろうとしている。本当の意味での国民政党、戦後の日本に初めて誕生した純国産、本当の意味での信頼のメイドインジャパンの政党が私たち新党国盛でございます。ぜひとも皆様、新党国盛と一緒に大阪を取り戻し、再び豊かな大阪にして日本を立て直しましょう。大阪こそがその底力を秘めている、そんな街でございます。東京何するものと、関東何するものと、大阪こそが偽物の都構想なんかに騙されなかった大阪府民の皆様こそがこの日本を立て直すんです。新党国盛と一緒に日本を立て直してまいりましょう。新党国盛関西代表稲垣秀也からの訴えでございました。どうもお騒がせしました。ご清聴いただきありがとうございました。
吉村知事の名言があります。これ迷う言と書いて名言ですけども、吉村知事はかつてコロナウイルスにうがい薬が効くんだ、予防に効くんだと、嘘のような本当の話って詐欺師みたいなセリフを言いました。しかしこれ嘘でした。そこでついたあだ名が嘘人吉村。そんなんですよ吉村知事って。かつて消費者ローン竹藤の顧問弁護士を務めて、消費者ローン竹藤の闇を暴こうとしたジャーナリストに対してクランプ訴訟と呼ばれる大倍の慰謝料を引っ掛けて黙らせる、そんな裁判を起こしたのが吉村知事弁護士時代の、そしてその弁護士にその裁判に負けたのが吉村知事でございます。しかも屋敷高千穂の10万騒動というのがありましたね。事件を騒がった自分騒動、負担増額争い、醜い負担増額争いですけれども、その時の負担臭い衣装を書いたのが弁護士時代の吉村知事でございます。そんな人間が不知事として大阪府民のために働きますか。結構見ていたら働いてないんですよ、ね、先ほども不祥事の話しました。これね、裏がある。実を言うと、なんで不祥事と、イソジンの不在薬、中国の格差がありますか、記者会見で上がった。その1時間半前には、手に人が、大阪府民の皆様に反
罪を蔓延させます。大阪に犯罪を蔓延させる犯罪者生がお金を資金洗浄するのがカジノでございます。いわゆる地下金庫だったらこんなもの大阪になんか必要ないですね。大阪の治安が悪くなるマフィアなんか入ってきてほしくないですね。こんなところで子供たち育てたくない、みんなそうです。大阪維新の会を進める IR というのは大阪府民の皆様にとって100台あって1になし、違いますか。単純に本当計算で言ってもですね、皆様松井次郎市長また嘘つきましたね。税金は投入しないと言ってたけども、都庁改良のために騙すってことです。騙すってことです。人気の名前とか言ったら、公衆便所って言うてみたりやんか。もうちょっと政治家になったりしたら、ちょっと上品な言葉を使いたいかダメです。日本を立て直しておりましょう。ある言うてんと。なんか深夜の方が口悪いけど、品悪いで。人も、新党国盛の名前覚えておいてください。これから日本国民のために、戦う唯一無二の政党として、頑張ってまいります。それではですね、本日も、ちょっと毎日の弁士、仲間が来ておりますので、いろんな角度からね、また私の話を補強してくれると思います。私の話は、基本的には大きな話。日
本を中国の侵略から守るために大阪から核武装の日本を発信していく、核武装の必要性を訴えていく、そして日本を侵略しようとしている中国の手先を務めている大阪維新の会の政治に中心を置きましょう。私が言いたいことは簡単に言えばそういうことであります。これは皆様にとって大変利益になる話、私たちは普通の一般庶民、一般国民が立ち上がって作った政党として皆様の運命共同体であり利益共同体でもあります。一緒に大阪を立て直し、再び豊かな日本を取り戻しましょう。新党国盛関西代表長木秀からの訴え終わらせていただきます。それでは、はい、あの私たちの仲間、若手の、ね、木田さんから、いろんな角度から話があると思います。若手です。若い子も目覚めました。本当に目覚めてない大人の人たちが多い、ちょっと伝えないですけども、ぜひですね、若い人の立場からの訴えもぜひ聞いてください。それでは私たちの、国盛の仲間の今日の星、キラキラの平さん、お願いします。通知申し上げます。通知申し上げます。通知申し上げます。大変大きな声で失礼いたします。私たちは大企業や中小団体、カルト団体、外国企業、クラウドファンディング、政府、労働組合などから一切新提供を受けていない新党国盛、新党国盛という政党です。ひらがなで国盛と書いて国を守る、そういった思いを持って立ち上がった政党です。そして私たちは普段は仕事を見ながら岩田を切って活動している一般の国、一般市民の集まり、私も大阪府民の一人です。そして YouTube では日本文化チャンネルさくら、日本文化チャンネルさくらという一流の報道機関もやっています。20年間以上の実績があり、そして政治経済公式などで多岐にわたる分野で巻き込みが絶対言わないような一流の報道してますので、もしよければそちらもご視聴ください。そしてこの日本文化チャンネルさくら、この視聴者を土台に立ち上がったのが私たち新党国盛、新党国盛です。この日産デルサクラを主張し、そして今の日本の現状、本当に引き継ぎない状況なので、新党国盛代表の、関西代表の中谷さんも言った通り、今本当に日本は引き継ぎない状況です。例えば、今、テレビやマスコミでも、尖閣諸島であったり、台湾有事のこと、たくさん話題になってますよね。そしてこの日本の安全保障、防衛なんですけど、そもそも今自衛隊がもし中国の人民解放軍と戦えば一日で壊滅させられる、こういった状態なんです。皆さんご存知でしょうか。マスコミではこういったこと言いませんよね。でもまともな防衛の専門家が初めてに今自衛隊で戦えば全く勝負にならない、こういったこと言ってるんです。なぜかというと政府の間違った政策を取っていたからです。ずっと防衛費を削っていた中で、そしてアメリカからの武器だけを高く買っていた、そういう中でそもそも幅がないんです。皆さんご存知でしょうか。そしてそもそもこの弾薬がないせいで戦うことすらできない。そして防衛省がまともに今日本国民を守るためには、そして子供たちを守るためには、あと武器弾薬、特に弾薬10倍に10倍必要と言ってるぐらいなんです。そしてこれがヤフーニュースにかなっています。今の日本こういった現状なんです。こういった状態で本当に私たち日本を守れるのか、そして若い人たち、そういった人たちも守れるのか、皆さん一度でいいので考えてみてください。 YouTube でも日本文化チャンネルさくらという一流の報道機関ありますので、もしよければ動機についてご視聴ください。そして政府はそういった中で防衛費を上げる、そういった
GDP 2%、こういったもの、上げるといけます。でもこれでも、あんだけ日本を守ることにはならない。何が出ると、そもそもガムが知らなくなる。そして何より、頑張れ通り、アメリカの高高い武器だけを買う、そういったことが出るからです。例えばトマホーク、こういった武器ありますよね。このトマホークを何百発も買うといけます。しかしながら、このトマホークいくら買っても、中国の沿岸部すらまともに叩くことはできない。つまり、抑止力にはなっていないんです。敵基地配置能力と言ってますが、爆発能力になっていないんです。こういった状態では日本を守ることはできない。そう考えています。そしてその状態の中で、中国からさらに2000発もの巡航ミサイルが向けられています。こういった弾薬不足の中では、そもそもどういったものを迎撃していくのかわからない。仮に迎撃しても、それらの巻きで、その結果、自衛隊は解決されて、こういったことになっています。さらに、もっと簡単に言うと、中国からは、火球みたいで、やっぱ人道を向けられている。こういった状態では、ほとんど、さっきの動画見だけで、中国が核を撃つと言っただけで、日本の政治家はそれに立って、そして、どんどん外国的な政治をやっている。今で言うと、同盟、同盟、同盟と言ってますよね。全く意味のわからないことを言ってるんです。これが今の日本の現状です。皆さん、少しでも気づいてもらえると嬉しいです。YouTube で日本文化関係のカメラという報道機関もあります。そして、こういった状態で、今、日本国民、若い人たちも、そして高齢者たちも、安心して暮らせる日本を守るためには、私たちは、宇宙環境運動が必要だと訴えています。核を核というと、とても怖い、こういうイメージあるかもしれませんが、今の日本の状況、私もなく、危険な状況なんです。北を見たら、ロシア、そして、西を見れば北朝鮮、そして実際に200発を核ミサイルに向けている中国、そして今、この原爆を落としたアメリカという核大国が捕まえている。世界の外交の常識では、核大国に捕まえた報告書や常に核大国に持ち運ばれる、そして、ウキウキに利用される、そういったことになっています。核を持っている国とそうでない国とで全く外交力が違うんですね。北朝鮮、そういった国見てもそうですよね。北朝鮮は日本よりはるかに少ない経済力ですが、核を何発も何十発も持つことで、アメリカの大統領としてはある程度対等な外交、こういったことができているんです。それぐらい核には抑止力があるんです。そしてしかも4カ国という核大国、反撃の核大国で抱えている中で、私たちは本気で自覚するとこういったことを考えていかないと日本は守れない。こういったことを考えて、そして統一地方選ですが、地方から核、そういったことを核の配備が必要だ、こういったことを言っていかないと今の政治家たちには絶対やってもらえないと思って声を訴えています。日本の政治家も含め、官僚やマスコミ、そして経団連は戦国対暴挙もない中で、自然がない中でロンドンと日本を売却するようなことをやっています。なぜなら、深い傍聴のない中でロンドン工作員を入れられ、今でいうと統一教会、創価学会、こういったものもそうです。こういったものの中でロンドン、日本国民にならないことをやるように工作をしていた。そういった中で弱みを抱えてきました。マネートラックとかハニートラック、いたしましょうね。実際そういうことを行われているし、そういった中で弱みを握られて、政治家は死者かで恐れ、絶対自覚不足の中にいません。そして最悪であれば、こういったことを言うと、死に至ると言ってるからです。まして10年前の以上前に、自民党大臣、中川恭一さん、そういったことを言いました。核の配備、そういったことが必要だと言いました。しかしながら、その後に不審な記憶を遂げました。そして去年には、核ケアリングの配備が必要だと言った安倍元総理も謎の流血されました。暗殺だと思います。こういうこと実際あるので、政治家たちはもはや頼りにならないんです。こういった中で私たち新党君、俺は地方を変えれば、こういった自治核武装の検討、自治核武装が必要だとお伝えしています。新党君に背後から見た人も新政治を受けていないので、こういった当たり前のことを言っています。そしてもう一つ、他にも税金は大変ではない、こういったことも言ってるんです。皆さん、25年間通話する程度ご存知でしょうか。失われた20年とか言いますよね。経済成長してないんです。世界で唯一、20年間以上ずっと経済成長してない。そういう中で給料が上がらない。そして現金だけは上げられる。そ
特に若い人は奨学金ばっかり供与されてますよね。あっちは奨学金がほとんどいなかった、なかった、最低人はいなかった、そうした現状でしたけど、30年も経て、政府が補助金を出さない、そうした中で大学は奨学金を上げる、これは仕方ないけど、しかもそうした中で経済成長もしてない、給料も上がってないのが問題なんです。そしてこういった中で若い人たちはほとんど絶望と言ってもいいようなこんな状態になっています。全く政治な興味ないような人でも、これから興味で浴びられてどうなるかと、こういったことを言っているのをたくさん聞きます。でも実際は違うんです。私たちの国は、世界で4カ国しかない、自国通貨建ての通貨発行権を持っているんです。そのため、ゼロからお金を発行できる。お金どんどん作れるんです。そして、その時は当たり前のように、財政市場と連携が必要です。世界ではこれが当たり前です。今日の時はどこの国でもやってます。きれいに、コロナ禍で100カ国以上の国が、日本で消費税、付加価値税を連携しているんです。皆さんご存知でしょうか。日本もそれをするべき、私たちは消費税ゼロが必要だと言っています。そして、積極的な財政市場、公務員を通じてお金を増やすとか、そして、公共事業をして、お金をどんどん国民に与える、こういうことで、私たちが使えるお金を、量を増やすことが必要なんです。そうしたらどんどんお金を投資する。そして給料も儲かって、給料も上がって、購入が落ちていくことができます。これが当たり前に必要なんです。これを25年でやってもらえば、逆に新規会社に同情をやっていたのが、我が国なんです。こういったことを少しでも頭に入れていただけると嬉しいです。私たちは大企業や中小団体などから一切金銭を受けていない、金銭を受けていない。なので、こういった当たり前のことを言っています。そしてこの、経費には財政市場と連携が必要。この真逆のことをやっていれば、大阪では一定の会なんです。かつて、自民党が今もやっている新規財政同盟をより大きくめようとしているのが、身を切る改革なんです。身を切る改革をやって、誰も豊かになってませんよね。身を切る改革というのは、予算を出して、大阪の府民に回るお金の総量を減らすことなんです。逆に私たち、やるべきことは、公務員を増やしたり、そういったことで、どんどんとお金を回していくことが必要なんです。この逆をやってるんです。財政を起動して、あるいは地方公務員や公務員を増やして、公務員を流す、公務員を増やすというのは、借金になっているんではありません。私たちの資産を増やすものです。逆に、税金を増やすということは、私たちの財源になっているのではなく、私たちの資産を増やすもの、つまり私たちの国民に回るお金を増やしていく。だから絶対に政治には財政必要ですし、逆に政治には条例や新規関係になってはいけない、こういったことを少しでも覚えていただけると嬉しいです。そして新党国もには当たり前の自治家庭部長であったり、例は財政ではないとか、そういった名前と言っているので、もしよければ、インターネットでもありがとうございます、国もに、あるいは国もにという、もしよければお調べください。そして YouTube でもバックから一切金銭を受けていないクリーンな、そういった報道 YouTube のサンテリカメラという報道しかあるので、もしよければ YouTube にサンテリカメラとご検索ください。そして私は国盛り中間会のキラというものでした。最後になりますが、私たちは無力ではありません。たった Twitter で30万、40万とか Twitter、人がいくらでも政治家は無視せざるを得ない、そういった空気になっているんです。もっと拡散されると政治家は無理やり通そうとしている、売国法案も延期せざるを得ない、実際そうなっているんです。たった Twitter で渋谷区だけでもこういったことができるんです。若者が何をしても無駄とか言ってますよね。切れば民主主義とか、それはマスコミが私たち無力だと怒られるために、 Twitter で拡散するだけでも政治興味持ちなくてもいいのでやってみてください。そして会議中でも WBC、 こういったものは結構です。その次に5分でもいいので、政治経済少しでも興味を持っていただけると嬉しいです。そういった少しの行為だけでも政治に明らかに影響力を与える、そして日本をもっと良い国にしていくことができるんです。私たち子供たちは選挙権ないですから、私たち大人がそういった責任を果たしていくことが必要なんじゃないでしょうか。私はと思います。ありがとうございました。私たちの若者の会の中で、本当に子どもたちの子どもたちの若者の立場からの言葉。
非常に重要だと思います。私たち大人たちがこの子どもたちの心からの訴えにどう答えていけばいいでしょうか。それは政治に関心を持ち、そしてこの特に大阪から日本を変えていく大阪を、まず外国勢力の手先である大阪の維新の会から大阪府民にとって本当に身を切る改革で引き続けてきた、そういった大阪維新の会に終止符を打ち、大阪府民の大阪府民による大阪府民のための政治を取り戻していく、私たち新党国盛はそのために立ち上がって戦ってまいります。私たちの若い仲間の、キラさん、本当に彼はキラキラの未来を導いてくれると思います。私たちと一緒に戦ってキラキラの未来を若者たちに見せてあげましょうよ。戦う大人たちの背中が、厳しい現実に立ち向かう大人たちの背中が、また若者たちに明るい未来を見せるんじゃないでしょうか。私たちはしっかりと政治に関心を持って、ここまでおかしくなってしまった日本、かつてはジャパンナンバーワンと呼ばれた大国であった日本が、今もう本当に衰弱しているない。国民に、子供たちの未来が危ない。
で条件で皆様に基本的に今の現実を伝えております。稲垣秀也、新党国盛、稲垣秀也、新党国盛、稲垣秀也、皆様と同じ一国民であります。国民の目線で本当にもう今喫緊の尖閣から、そして北海道から、どこからでも日本は常に外国勢力から襲われている。日本の企業も変わる放題、それを推進しているのが岸田政権であり、そしてこの大阪では維新の会、吉村知事、そして松井市長です。これに対して私たち新党国民代表は出てはいけない。これはなかなか前の方からは受け入れられないけど、でも本当にもう日本は崖っぷちに来てるんです。皆さんこうして毎日のどかに、あの、ね、お休みの日に家族だんだんこうして友達と遊びに来る、これは本当に幸せでいいことなんですけれども、でも実際こうしているだけで何の国防安全に目を向けない、政治に目を向けない、私たち国民が目を向けないから政治家はしたい放題しているんです。ですから稲垣秀也は同じ国民の皆様にお訴えして気づいていただく、ここから始めようと声を上げ出しました。で、自主核武装、これが一番安全で戦争を止めるための方法なんです。自主核武装、自主核武装、耳には恐ろしく聞こえるかもしれませんけれども、核を持つことこそが戦争を止めるための一番の近道であり、部屋道であり、今の世界を何もされないと、だから運動をついてなければどうかさない、こんな状況を一番に止めるのは資格運動です。そして IR カジノ、そして太陽光プレス、全く国民のためにならない、国民を滅ぼすための政策しかしない、ベテン政党を維新、そして、グローバリズム政党を維新、は決して国民、国民、市民を守らない、こういうことに皆さん知っていただきたいと思いで、長引きでや国民目線で声を上げさせていただきました。私たちの可愛い子どもたち、そして身に生まれてくるであろう孫たち、次の世代を守るのは国民の声以外ないんです。稲垣秀也はそのことを皆さんに本当に分かっていただきたいという思いで声を上げました。小さい政党ですけれども、まだ新しい政党ですけれども、新党国盛、稲垣秀也関西代表、名前をぜひ覚えてください。そして稲垣秀也とともに政治に関心を持ち、政治に声を上げていって、日本を、そして子どもたちを、日本の未来を守ろうではありませんか。大きな声でご迷惑をおかけいたしました。それで時間が来ましたので、本日の会見は終わらせていただきます。国盛、稲垣秀也、よろしくお願いします。